猫背巻き型の状態でどんなに腹筋をしても意味がなかったんです。お腹周り、腰周りの浮き輪肉を最速で取る方法をお伝えしていきたいと思います。そもそもね、頑張って頑張って腹筋しているのになかなか思うようにこの辺りが痩せない、取れない、くびれないという方の特徴に、前かがみになって家事をしたりエクササイズを行ったりスマホを触ったりパソコンしている方っていうのはね、そもそも第中肋骨という肋骨の一番下の骨と、そして骨盤、この間に痩せるスペースもない、くびれるスペースもない。だからこのスペースを崩した猫背巻き型の状態でどんなに腹筋をしても意味がなかったんです。しっかりとお腹痩せして腹筋を効かせてくびれを作るためには、ねじる動作というのがかなり重要になってきます。どこか突っ張る、腰が痛い、突っ張る箇所やねじりにくい左右差などがある方は要注意です。この周りがねじりにくい、つまりお腹周り腰周りが痩せにくい状態になっていたんです。もう夏だから頑張って、ちょっとしんどいけど一緒にやってみよう。横向きになって寝転んだ状態で、上の方の足の膝を曲げて、できれば足の甲を持っていきましょう。ももの前側をしっかりと伸ばしていくストレッチです。どうしても手で足の甲を持つのが辛いという方は、ハンドタオルか何かを使って少し長さを出して軽減していただいても大丈夫ですよ。無理をしないでご自身のペースでゆっくりと、息が止まらないように行っていきましょう。反対側も同じように準備していきます。下の足の膝は少し曲げていただいても大丈夫です。さあ、ゆっくりとご自身のペースで呼吸を行いながら、手は後ろの方へ持っていきます。足の甲が持てないという方はタオルか何かを使って長さを出してね。意識がもしできるのであれば、お腹にキュッと力を入れて、首肩の力は抜いていきましょう。このストレッチを行うことで、余分に張り出してしまった太ももの前側とか大天使の張りがなくなってほっそりしてきます。次は自転車漕ぎだよ。上半身がベターと床についたまま準備していきます。首を長く保ったまま、お腹の力を意識して足を使って漕ぐんじゃなくって、お腹、分かりにくい人はね、足の付け根のあたりに意識をしてみてください。漕ぎ方はね、ゆっくりでも大丈夫。あと少しです。少し寝たまま自転車を漕いでいても、自転車を実際に漕いでいるのと同じぐらい脂肪が燃えていくから、あとちょっと頑張って。寝転んだ状態で両足を上の方に上げて準備していきましょう。かかととかかとが離れないように注意しながら、膝を曲げてカエル足を作りながら屈伸していきます。ポイントは腰が床から浮かないように、反らないように注意することです。余裕があればお腹のあたりに力を入れていきましょう。お腹のあたりに力が入ると、かかととかかとが離れそうになるけども、離れないように頑張って、あと少し。三角座りになって、肩の真下に手首が来るように、手を指先を前にして両手を床について準備しましょう。息を吐いて少し胸を丸めて、息を吸いながらぐっと胸を開いていきます。普段動かすことの少ない鎖骨、胸骨、肋骨のあたりを動かしていくことによって、猫背巻き型を解消し、息を深くすることができます。ポイントは腰から反るんじゃなくって、両手からしっかりと反っていくことです。さあ、次は内気、上半身をねじっていくよ。さあ、もうここまで来たら、あなたのお腹周り、そして腰周りの浮き輪肉はとっても燃えやすくなっていて、今こうやってねじることによって最高にくびれるから、頑張って、あと少し。ポイントはね、
歯を食いしばるほど頑張るんじゃなくって、首でたい箇所からねじっていく、そしていらない上半身の力は抜いて、耳、肩のあたりのリラックスをしてください。 OK、 反対側も同じね。ねじった時にちょっと痛いなと感じる箇所、そこがまさにあなたが老廃物が溜まっている箇所なので、このあたりをちょっとね、暇な時につまんだりしてマッサージしたりしても効果があります。痛い、硬いという箇所をしっかりと見つけていくということポイントです。ご自身の体を知っていくということがポイント。もうあと少しだから頑張って。もうだいぶくびれてきたと思います。四つ這いから片方の手だけ頭の後ろで組んで準備していきます。床の手をしっかりと押して、反対側の手をしっかりとねじっていきます。なるべく背骨を長く保って、頭の後ろで手を組んでいる方の脇の下をぐっと開いていくようなイメージね。息を吸って戻して、吐いてねじっていきます。吸って吐いて、あと少し。反対側も同じように準備していきましょう。無理にたくさんねじるのではなくて、背骨を長く保って意識できるのであれば、両膝はそのまま動かさないで、骨盤も平行のままで、いけるところはまね、無理のない範囲でねじっていこうとします。呼吸を深く行うことで、背骨がどんどんと伸びてきて猫背解消になります。うつ伏せに寝転んでください。そして上半身を伸ばしていきます。ポイントはね、お腹から肋骨までのあたりはしっかりとピターっと床につけた状態で上半身を伸ばします。首を長く、そうすることによってなんと小顔効果まであるんです。胸の前側の筋膜リリースもできます。特にね、デスクワークが多い方なんかはこれだけ行うだけでもとっても効果があるので行ってみて。 LINE のお友達限定で無料プレゼントがあります。運動を習慣化するためのカレンダーと、これさえやれば OK、 1週間のエクササイズメニューです。概要欄からお友達登録お待ちしてます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。